8月15日は、グレゴリオ歴で年始から227日目にあたり、年末まで、あと138日ある。マルカムが、スコットランドをマクベスを打ち取る、ランファナンの戦いイグナチオデローヨラ、フランシスコザビエルラ7名、イエズス会を結成。右画像の右部に、イエズス会の印が見える、撮影戦争、明治政府が北海道に開拓市を設置。 画像は1873年頃の本庁舎の再現、与佐野ア子の歌集、乱れ髪、八冠パナマ運河外通嘆きの壁事件、シオニストとアラブ人が衝突第二次世界大戦の出来事ペデスタル作戦終結。画像はマルタ島へ入港するタンカー、オハイオ、損傷が激しくこの後怪没日本の降伏を阻止しようとした宮城事件鎮圧。画像は、 タマオン番朝鮮建国準備委員会発足。画像は、住物、ウラシブ大韓民国成立富士山頂レーダー完成。画像は移設保存されたもの、ウッドストックフェスティバル開幕地球が位置的、生命体探査で特徴的な信号、ワウ、シグナル地震ピルー地震カブールカーナックフランス皇帝、ナポレオン・ボナパルト誕生。右画像は、ダビッドがアルプス越えのナポレオン。 詩人ウォルター・スコット誕生。批評家、トマス・ド・クインシー宗教家、オーロビンド・ゴーシュ物理学者、ルイ・ド・ブロイ。ド・ブロイ派を提唱性科学者、ゲルティ・コリ。炭水化物代謝を研究物理学者、レフ・テルミン。画像は、楽器、テルミンを演奏する、レフ・カトリック司祭、オスカル・ロメロ。エルサルバドルで貧民を、用語にしローマ帝国初代皇帝。 このルースボツンガリー王国初代国王、イシュトバーニ一世東ローマ帝国皇帝、アレクシオス一世、コムネノス初の単独世界一周飛行などを成し遂げた、飛行家、ウィリー・ポスト、墜落四陸軍軍人、アナン・コレチカ、終戦日の未明に自陣海軍軍人、ウガキマトイ、玉音放送後に特攻を行い、没陸軍軍人、石原漢字ツ科学者、ヨハン・ガドリン、イットリウムを、 発見物理学者、ルートビヒプラントル性科学者スネ、ベリストロームボツ。プロスタグラン人を、発見新印象派の画家、ポールシニャックボツ。画像は、朝食ローターワラによるルネマグリットのポートレートボク、世紀の妻、陸栄衆暗殺バングラデシュ初代大統領、ムジブルラフマン大統は戦争終結の証書日本の、幸福を祝うパリの米兵、第二次世界大戦終結。 極音放送を聞くインドの独立記念日。画像は1937年のガンディーとネルー。国家、ジャナガナマナを聞く今後の一国旗、今後共和国の独立記念日月送れボーン。画像は、精霊場精霊流し聖母の悲傷点。画像は、ルーベンスが。ありがとうございます。